Thank you.
もしもし？うん、私実はちょっと相談したいことがあって。悪いけど渋谷まで来てくれないかな。え、元気がないって？そんなことないと思いたい。
来てくれてありがとう。うん、まあそのあれよ、元気がないっていうか、ちょっと行き詰まりを感じちゃってるっていうか、あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ、その被害がどんどん大きくなってて、このままだととんでもないことになりそう。だからなんとかしなきゃなんだけど、情けない話、今のリベリオンズじゃこの子たちを保護するのでいっぱいいっぱいでさ、これ以上被害が増える前にこの子たちをデジタルワールドに返してあげたかったんだけど。デジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私デジモンたちを保護して元の世界に返してあげればまるっと丸く収まると思ってたんだけど、デジタルワールドがそんな状態じゃ返してあげることもできないし、このままこっちにいてもこの子たちは傷ついちゃうし、一体どうすればいいのか分かんなくなっちゃって、そしたらオメガモンがね、他のロイヤルナイツを探そうって。次元の扉が開いた時にロイヤルナイツたちがこちらの世界へと移動したはずだ。今はそれぞれに思惑があるのだろう。おのおの身を隠している。この東京かエデンのどこかに彼らを探し出し説得に当たる。人間を滅ぼそうとしている連中の説得は困難だとしても、彼らとは異なる道を模索する者、迷いのある者がロイヤルナイツの中には存在する。彼らはきっとノキアの強い思いに呼応してくれる。ロイヤルナイツに従うデジモンは多い。一体でも多く我々の側に引き入れることで人間との対話に応じるデジモンを増やすことができるのだ。そうなれば混乱も少しずつ収まっていくはずだ。というわけでロイヤルナイツたちを探そう。っていうか出番しょ、電脳探偵さん。私が他のロイヤルナイツの気配を探ってみよう。え、気配？そんなんで居場所が分かっちゃうの？我らロイヤルナイツのエネルギーは膨大。作為的に気配を隠さない限り、おおよその見当はつく。さすが！じゃあ最初からそうすればいいのに。と、すまん、ノキア。おっと、早速気配を感じたぞ。ここから一番近いのは向こうの方角だな。向こうの方角って秋葉の方？そのようだな。リュークも抜け合いがする。すぐに向かおう。君も向かってくれ。説得が通じなければ最悪の場合戦闘になる。君がいてくれると心強い。Thank you.
滑稽な姿だな、オメガモン。あれはデュークモンの気配を感じたはずだが、まさか一番最初に会うのがお前だとは思わなかったぞ、デュフトモン。デジモンだけでなく人間の子供まで引き連れて、オメガ最後の聖騎士の名が泣くぞ。オメガモン、貴様ロイヤルナイツとしての誇りを捨てたか。あのデジモンもロイヤルナイツなの？だったら説得しなくちゃ。説得だった。甘すぎる。オメガモン、このような人間に加担するとは、貴様は人間世界を滅ぼすという我らの考えにはそう思うつもりだ。デュフトモン、お前はイグドラシンの意志を自分の都合のいいように境界しているにすぎない。人間世界を滅ぼす、本当にそれしか道はないのか。やはり貴様とは意見が合わぬな。我は我のやり方でイグドラシルの意志を成し遂げる。全てはねじ曲げられたイグドラシルの意志を正すために私はここに来た。貴様にそれができるのか。全てはこちらの計画通りに進んでいるという。計画通り？それじゃあ今までのことは全部あんたが仕組んでたってこと？ロードナイトもこの世界に送り込み、次元の扉を開かせて、我らロイヤルナイツは通れる道を。この世界を滅ぼすがために施した我が策よ。デュフトモン、そうはさせんぞ。ここで決着をつけてやってもいいのだぞ、オメガモン。崇高なる意志を邪魔する者は誰であろうと排除せ。やめてよ、あんただってロイヤルナイツなんでしょ。オメガモンの仲間なんでしょ。それ以上さえずるなら命はないと。人間とかデジモンとかそんなの関係ない。私たちはもっと分かり合えるはずだよ。人間とデジモンは一緒に生きていけるんだから。死に急ぐか、この娘。そこまでだ、デュフトモン。デュークモンか。その娘の言葉一理ある。デュークモン、この場は引けよ。デュークモン、貴様も人の側に落ちた。デジタルワールドがイーターに食い荒らされたその原因。無論片時も忘れたことなどない。だが
それが人間世界を滅ぼす理由にはならない。よかろう、ここは引き合う。ロイヤルナイツ同士の戦闘は。だが我らは計画を止めることはない。この世界を滅ぼすことこそイグドラシルの意志なのだ。それじゃあやっぱりデジタルワールドは全てイーターに食い尽くされた。状況はもはや絶望的とも言える。言ってた通りになってるなんて。我らロイヤルナイツはデジタルワールドからイーターを排除するために戦い続けてきた。イーター発生の原因となった人間に対してのルクトモンたちの怒りは計り知れないものがある。だからこそ彼らは必要なまでに人間を憎み滅ぼそうと考えている。イーターと人間を一掃するため、ジュフトモンと彼に賛同するロイヤルナイツたちがことを起こしたのだ。どれくらいの数のロイヤルナイツが人間を滅ぼそうとしているの？少なくとも半数以上だ。迷いがある者も少なくない。無論お前たち次第だ。やってくれるか？そう来なくてはな。次元の扉が閉じたことでデジタルワールドからのエネルギー供給は止まっている。おそらくジュフトモンたちがすぐに動くことはないだろう。どこかに潜んでエネルギーを蓄えるはずだ。彼らが本格的に動き出す前に。でもさ、ジュフトモンに従うデジモンとは戦わなきゃいけないんだよね。ああ、それは避けることだろう。しかし、できる限り説得は続けよう。まだ仲間になってくれるデジモンはいるはずだ。我が盟友、デュークモンのように。そうだな。憎しみにのみ囚われていては、選ぶべき道を見誤る。私も君が言っていたように、まず人間を知ることから始めよう。ありがとう、オメガモン、デュークモン。さて、引き続きロイヤルナイツを探すとしよう。他のロイヤルナイツの反応は各地に散らばっている。デュークモンもいてくれることだ。オッケー、そんじゃ頼んだわよ、電脳タッチ。あたしたちも誰か見つけたら連絡するね。
兄のユーゴです。私は今まで兄の世話をしていてもあまり悲しくなかったんです。どんなに話しかけても触っても反応が返ってきたことはありませんでしたけど、それが当たり前になってしまっていたんです。でもこの間あなたから兄の言葉を聞いて悲しくなりました。何も喋らずこうして寝ている兄が普通じゃないんだって改めて気づいてしまって、私はエデンを守るため、そして何より兄を救うため、絶対にエデン症候群の原因を突き止めてみせる。それに
あなたの体を元に戻す方法もきっと。助けてくれたお礼、まだできてませんから、今度は私があなたを救う番です。突き合わせてしまってすみませんでした。確か病院にはお仕事で来たんですよね。よかったらどんな内容なのか教えていただけませんか？そうでしたか。あの山科さんが錯乱状態で入院ですか。わかりました。山科さんの病室はロビーの受付で確認できるはずです。
誰だお前は。そうか、神城の手先だな。ここにいましたか。さすが電脳探偵さんです。何なんだ君たちは。一度裏切った私に何の用だ。いや、私が裏切られたのか。8年前何かがあった。それでやめろ。すまない、知らなかったんだ。覚えてない、思い出したくない、思い出せない。大丈夫ですか山科さん。何があったのか話してください。私は神城の関係者です。あなたのお役に立てることがきっとあるはずです。神城、そうだ、私はそこで、そこの研究所、地下の、頼む、私を研究所に、六本木地下施設に連れてってくれ。え、なぜあの場所へ。行かなければ、あそこで私は、行かなければ。行ってみるしかなさそうですね。研究所に着きました。山科さん？そうだ、ここだ。ここで私は研究をしていた。何かを思い出しているみたいですね。私が研究していたのは精神のデータ化だ。精神のデータ化。エデンのシステムの基盤となった技術をあなたが。私だけじゃない。私の他にも誰かがいた。共同研究者、スエドウだ。私はあいつに記憶を奪われたんだ。記憶を奪われた、スエドウさんに。頼む、私の記憶を取り戻してくれ。この装置を使えばそれができる。もう覚えていないことで苦しむのはたくさんだ。私がオペレートします。山科さん、指示をお願いします。まず私の精神データを読み込んでくれ。それをデータとして書き出してからコピーを作る。そのコピーデータをハードウェアの仮想記憶領域で実行。ここで記憶にプロテクトを施す。改ざんされたコピーデータをオリジナルデータに上書きすれば記憶は変わる。その現在の記憶を仮想記憶領域で実行して。山科さん、コピーしたデータがデジタルシフトを起こしてる。プロテクトの除去を阻む何かが山科さんの記憶データの中に仕組まれてるみたいです。
ちゃダメだよ。Thank you.
行くぞみんな。無理しちゃダメだよ。
大丈夫ですか、山科さん。ああ、大丈夫だ。記憶が一気に戻ってきたので少し混乱しているが、意識ははっきりしているよ。私の体はずっと本当の記憶と向き合いたがっていたのかもしれない。聞かせてください。山科さんの記憶には一体何が刻まれているんですか？8年前、エレンのデータテストのことさ。データテスト？ああ、数百人の参加者を招いて実施したエレンのクローズドベータテスト、運用実験も兼ねたテストプレイだ。当時私が所属していたナイルコープはすでに神城に買収されていてね。ベータテストは私と聖堂が指揮を取ったんだ。テストといっても宣伝も兼ねた体験イベントだったわね。まさかあの体験会であんな事故が起こるなんて設計者の誰も予想していなかった。ベータテストの最中に参加者の子供たちのうち5人が原因不明の意識障害を起こして倒れてしまったんだ。4人はすぐに意識を取り戻したが、うち1人の少年は最初のエデン症候群の患者になった。その少年というのは私の兄です。そうか、君は上城社長のお嬢さんだったのか。兄の他に4人もの子供たちが事故に遭っていたなんて。すまないが覚えていない。記憶の改ざんではなく本当に知らないんだ。私は私たちの作ったエデンが子供の人生を奪ってしまった、その事実に耐えられなかった。自分の犯した失敗を直視できず、罪の意識で私の精神は病んでいった。それを見かねてスードは私の記憶を消してくれた。彼は私に一時の救いを与えてくれたんだ。エデンネットワークはベータテストの段階で様々な行政機関との提携が決まっていてね、莫大な金が見えていた。だから誰もこのプロジェクトを止めることはできなかったのさ。テストは成功した、そう報告するために全てはなかったことにされたんだ。では誰もその子供たちのことは。スエドウだけは彼らと話をしていたはずだ。4人の子供は意識が戻ると口を揃えて奇妙な話をするようになったらしい。それはまるでおとぎ話に出てくるような世界の話だったそうだ。多くの研究者は過度のストレスが招いた集団ヒステリー症状と解釈していたが、スエドーは違った。彼だけは
4人の子供たちの言葉を一言一句聞き逃すまいとしていたよ。子供のように目を輝かせてね。そう、あれはまるで宝物を見つけた子供のようだった。では末堂さんに聞けば、その子供たちのことが。ああ、だが子供たちのことを探しても無駄だよ。末堂が彼らの記憶を奪ったからね。彼らの記憶を奪った。奪ったというよりも、私と同様暗号を貸して封印したといった方が近いかもしれないな。記憶というものは改ざんはできても完全に消すことはできない。どんな…でもどうしてそんなことを当時…それはスエドに聞いてみないとわからない。しかし記憶の封印はスエドが彼らに与えた救いだったと思う。ところで、勝手な願いなのは承知の上で、君たちに頼みたいことがある。私の記憶をもう一度封印してくれないか。え、以前の私は仕事に変わって家族を顧みぬ父親だった。娘を地下を任せたことも一度や二度じゃない。記憶をなくした私なら、優しい父親でいられる。記憶のない自分こそが家族が望む理想の私ということだ。本当にいいんですか？それでこのシステムが改ざんできるのは記憶だけです。いつかまた無意識化の罪悪感に苦しむかもしれません。君の言う通りだ。私があの症状に見舞われたのは肉体への記憶のシフトによるものだからな。記憶のシフト？人間の記憶というものは脳だけに存在するわけじゃない。体中の神経細胞に転移し、わずかずつ蓄積されている。だからこそ、たとえ頭をいくら押さえつけても、私の目は耳は手は辛かった事実を決して忘れはしない。人間はそういう風にできているのさ。だが君たちに全てを話したら、なんだか気が楽になったよ。懺悔とはこういうことなのかもしれないな。頼む、もう一度過去の出来事を忘れさせてくれ。残りの人生、せめて家族だけは悲しませたくない。一体どうしたら。これで良かったのでしょうか？うん、私はこれで失礼します。エデン症候群の謎を解くためにも、リエさんとスエドウさんを追いかけないと。また連絡します。忙しいところすまんが、お前さんに応援を頼みたくてな。だってめっ、こっち来んな。こいつ撃っていいんすか？こキモいし、撃ちますよ。ですよね、また撃つぞ。うるせえ、ちょっと待ってろ。俺たちじゃ手に負えねえ。こいつは完全にお前さんの専門分野だ。頼んだぞ。